L の部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴18年延べ1万人以上サポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組ですはいすいませんちょっとですね僕ごとで申し訳ないんですけどコンサルを終えて直後もう中1分休みですぐ収録してるんでちょ水飲んでいいですか最初から水飲めようって話ですけど ちょっと、詰まっちゃいましたね。さすがに、速攻やめといた方がよかったかな。いいでしょう。今回、ニックネーム。あ、あのー、キャンペーンでね、2倍キャンペーンでね、えー、お便りいただいた方です。ニックネーム。ニックネーム、ュ乳特選対赤のやつさんです。これは、脳汁太郎さんが待ちに待ったギニューさんですね。赤のやつ来ましたね。緑のやつは来なかったですけど。 緑のやつさんはねそのうち来ると思うんで、ま、待ってましょう赤のやさん来ましたはい読み上げていきたいと思います、はいえー、吉谷さん能汁太郎さんお疲れ様です能汁太郎さんを意識してますね能汁太郎さんはね赤のやさんがいつ来るかいつ来るかってずっと待ってたんでお疲れ様です 完全に忘れ去られた42歳ニューカマー赤のやつです若くないので吉谷さんのワクワクがじめじめになってしまわないようにカラッとした的確な質問をしていきたいところですどうぞよろしくお願いします僕の,の喉はあのあのカラッとしてますんでちょっとじめ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 にしますちょっともう飲んでいいですかさっき余談なんですけどちょっとねあのこの前、M、あの6月ですか MPP っていうサービスを、僕が新サービスやって入ってくれた人のファーストインプレッション、ファーストセッションやったんですけど、もうね、よかったです。あの、その応募した時は、応募の内容はね、僕全然ダメなんですっていう。あ、そうそうそう。その、さっきしてた人も同じ年齢ぐらいかな。うん 全然ダメなんですみたいに言ってて。でもセッションしたらね、めっちゃ色々も武器持ってて、いや、めっちゃ武器あるじゃないですか。みたいな。もう希望が見えました。最初絶、大丈夫かなって思ったんですけど。そう <laughs> まあ赤のやつさんは絶望かもしれないですね。ちょっと読み上げて決めると思います。<laughs> 前回は私の悩みについて的確なアドバイスをしていただきありがとうございました。 そしてさらに質問は出てこなかった点についてもご指摘感謝しております。ちなみに前回の質問お悩み相談にて発生した買取金につきましてご報告いたします。生活保護では収入認定というものがあり、その月の収入が収入として役所に認定されると次の保護費からその金額分が差し引きとなっています。しかしこれは一定の控除があり差し引かれない金額分というのがあります。今回僕のお金のもらい方だと もらい方だと、就労、就労以外の収入ということで、8000分は控除されるようです。だから、その、なんか、バイトして稼いだとか、まあ、そういう感じじゃないから、就労、就労以外の収入ってなるのかなつまり、月、えー、月に L の部屋で8000まで稼いでも、次回の保護費から引かれることはないという,ということであります。以上、買取金についての報告でしたと。まあ、すみません、8000は無理ですね。 まあその報酬アップをね今後ねまあ1000円までアップしたらああでも1回だからなすいませんキャンペーン中は1人1回だからなまあ物理的に無理ですね可能だったら一発の応募のお便りが1万円ぐらいのクラスになったらあのそれは可能ですけども、まあ、30日しかないのでねうんまあまあまあだからまあなんだ結構やっても大丈夫ですね あの、ノージル太郎さん一番今トップなんですけど、も、ま、う、あ、トータルで1000、まあ今回も来たんで1800ぐらいもいったかな。うん。はい。で、えー、今回の私の悩みについて無事採用されますように願ってますと。はい。採用されてます。大丈夫です。しかし、カラッとした質問はできないようです。すいませんと。 前回の吉谷さんのご指摘は、質問の中に目的地,目的地がない。つまり、どこへ行きたいかが書いてないのが、ので、行き方アドバイスすることができないということでした。そうですね。京都に行きたい。そうだ、京都に行こう。京都に行くっていうのが分かれば、じゃあ新幹線でこの時刻でこういうのがあれば、飛行機で行けるよ、あの、タクシーで行けるよとかね、いろんな手段あるよ、みたいなね。言えますけど。 吉田さん、どこに行くかわかんないんです。どこに行きましょうかみたいなね。<laughs> 要するに、いくら稼ぎたいのかという簡単な問いなんですが、あれ以来全く答えが出てません。確かに目的地を示さなければ、行き方やルート案内もしようがないので、十分承知でしております。Google マップという便利なね、ツールあるんだけど、Google マップで目的地を設定しないと、ルート案内始まらないですからね。<laughs> しかし、やはりどうしていいかわかりません、と。 どこに行きたいのか示すことができません。Google マップの前で立ちはだかってますみたいな感じですね。<laughs> 吉田さん、Google マップあるんですけど、何入れていいか分かりませんみたいなね。<laughs> というか、結果に対しての恐怖心があるんだと思います。どうなりたいか、どこに向かいたいのかということを言うだけなのに、口を出すだけなのになかなかそれが言えません。うーん 何に怯えてるんでしょうね幽霊ですか僕は <laughs> うーん僕からするとうん人生終わっちゃうんですいません人生終わっちゃうことに恐怖をねさっさと旅行しに行かないと旅行行けなくなっちゃうんでそこに恐怖を覚えた方がいいと思うんですけどね <laughs> そう僕は年取ったから本当に思いますよね時間ないなっていう。 だ、取ってから逆に、なんかそこが強く意識できるようになったんで、それが年取ったメリットですかね。若い人のパワーに勝てないかもしれないですけど、意識は、より死に、死に対しての意識が強くなったんで、それは勝てるかなと思いますね。20代の時に死に対しての意識は持てなかったですね。うん、もう人生もうないっていうね。20代の時はなんか永遠に時間あるんじゃないかみたいなね。ニートの時期も、期もありましたけど うん、まあなかなかそれが言えませんとただ現在取り組んでいる YouTube チャンネルについては続けたいですし登録者を増やして収益化を目指したいとは考えています前回以来なかなか L の部屋質問相談ができずにいたのそういった気持ちにあった状態だと思います今回もまた自分自身でなかなか質問の意図がよく汲み取れないジメジメしたお悩みになっていましたがアドバイスいただけるようないとよろしくお願いします吉田 <laughs> さん Google マップにちょっと目的地入れられないんですけどアドバイスくださいみたいなね。なかなかいいじゃないですか。うん、適当、適当でいいんじゃないですか。うん。適当で。<laughs> うん。これ何かっていうと、うん。やりたいことが見つかりませんっていうのも、若い、若い子の中でやりたいことが見つかりませんとかね、そういうのもあると思うんですよ。うん。で、 これは僕の経験上でもあるんですけど、最初から目的地に行ける、行け、なんですかね、僕はそのアドバイスする側なんで、目的地があった方がルート案内はできる、しやすいですし、まあ、それは前回言ったと思うんですけども、もしそれがないんだったら、いろいろやってみるってことですね。いろいろ旅してみるってことですね。だから僕もかご、じゃ鹿児島で言うならば、じゃあ、最初から鹿児島に行くっていうのを決めてたのかっていうと、全く決めてないんですよ。 ね、でそれは僕がいまだに覚えてますけど10都道府県セミナーっていうのを当時もう10年前かな結構昔にやってですねでそこで、まあ、弾丸で全国を回ってたんですよ中1ヶ月圏内でガンガン回るっていうね10都道府県そうそれをやったんですけど超大変だったんですけどで車で、まあ、回って、ね、北海道,北海道沖縄も行ったんですけど 北海道沖縄間は飛行機で行きましてでその鹿児島とかあのな最初長野からだったかな長野大阪あとどこだ九州まあ鹿児島まああと仙台仙台宮,宮,宮城かとか青森も行ったなうんなんかまあとりあえず10都道府県回ったんですけどもでその回りながら旅しながら 鹿児島がめっちゃいいなっていう印象があって、えー、何すかね、鹿児島っていうところが頭の中にこう入ったって感じですよね。でももしその旅をしていなくて、車でこう、鹿児島まで来てなく、車で鹿児島を回らなければ、めっちゃ鹿児島いいなっていう印象はなかったんで、多分鹿児島、独立するときに鹿児島っていうのはなかったかもしれないですね。旅してたからなんですよ。 いろんな体験したからですねうんなんでとりあえず旅すればいいんじゃないですかいろいろやってみるっていうだからあの YouTube チャンネルも登録者伸ばしたいっていうことなんでいろんな動画挑戦して自分がやりたいことやってみればいいんじゃないですかとりあえずやりたいこといろいろやって行きたいとこいろいろ行ってみてそれでもまあ吉田さんなんかいろいろやってみたんですけど なんかそれでもまた、まだちょっと行き先見つかんないんですよっていうことであるならば、ね、あの、また聞いていただければいいと思いますし、うん。とりあえずなんか旅すればいいんじゃないかなと思いますね。うん。だからその、行き先がな、だから旅って二つあると思うんですよ。僕はね。大きく分けると。それは、そうだ、京都に行こうみたいな感じで、ゴールを決めて、そこに向けて旅をするっていうのが一つ。 だけど、行き先がない旅っていうのもあるじゃないですか。で、行き先がない旅っていうのも、また味があるわけですよ。うん。なんか、適当にその思いを、あの、ひいチゃイクでね、なんか、思い立った、なんかそ、そ、こに行ってみるみたいなね。まあ、そういう旅の仕方もあるので、うん。 だからどっちが正しいかっていうと、人生において正しいものはないんですよね。ただ、それをビジネスに転換して、売り上げっていうところで側面で考えるんだったら、売り上げを出すために、最終着地点売り上げはどれぐらい欲しいのか。じゃあそこに対して戦略、えー、作戦、えー、戦術、そういうのを練って、じゃあその売り上げと目標達成するためにこういう施策をしていかないといけないよね、みたいなのがありますけども。うん。 まあ、あと、まあ、他にもね、なんかその、まあ、一つ、まあそういう、ゴールから逆算して考える。まあ、基本的に僕はゴールから逆算して考えるっていうのはほとんど手,手に、あの、取り入れてるんですけども、なんか、勝手に売り上げが上がるっていう場合もあるんですよ。なんかやってたら勝手に売り上げが上がる。いや買ってたら、やってたら勝手になんかバズるとかね。まあそういうのもやってれば、なんかそういうのもたまにあったりするんですよ。うん。だそれはそれでいいじゃないですか。うん。なんか旅してたら、 なんか、すごいなんか絶景に巡り合えたみたいなね。でもそれは行き先を決めずに、いろんな、その、行き先を決めずに、いろんなところに旅をしてたから、たまたま出会った奇跡の景色なんですよね。それは行き先を決めてたらそこには行ってないだろうし、って話で。だそういう偶然の奇跡っていうのは、その偶然の旅には偶然の奇跡があるんですよ。ね。 だから大事なのはやっぱ旅するってことが大事ですね行き先を決める旅なのか行き先を決めない旅なのかでも旅しなければ何も始まらないってことなんで何も発見はないですよでも旅をしたら何かしらの発見はあると思いますねそこで体験するわけですからだからここで言うならば YouTube、えー、続けたいとじゃ続けていく中で何か新しい発見があるだろうし新しい読者さんとのつながりもあるだろうし読者さんからの嬉しい お言葉もあったりとかするだろうし、もしくは、ああ、避難の言葉も浴びるかもしれないですしね。だそれはやりながらいろいろ体験していけばいいんじゃないですか。で、その中で、うん、模索していけばいいと思います。ただ一つ言えるのは、模索できる時間はそんなに人生においてないよって話なんですよだ。どっかで決めないといけないんで。でもその決めないっていう人生もまた一つの人生だし、 うん、ただ僕が教えてるのはね、ドリームアカデミアとかも塾僕やってますけど、一応その月収100万っていうところが着地点で僕は置いてますので。うん、でもその、何すかね、うん。たまに言うし、よく言うし、うん。別にね、僕が月収100万に置いてるのは、僕自身も月収100万に憧れたし、ネットビジネス始めるときにね。 パソコン一台で月収100万。すげえ憧れたし。で、お客さんの、ある一定のお客さんの声を取ると、やっぱ月収100万っていうところは、やっぱ憧れがあるっていうところで、まあ僕自身も憧れあったし、お客さんも憧れがあるから、まあ100万に置いてるんだけど、現実的に別に20万ぐらい稼げるようになって住む場所をね、田舎とかにすれば、ね、車も別にいらないです。で、のんびり暮らしたいです。 で、20万稼げてます。で、田舎に住めば別にやっていけるんで。うん、本当鹿児島はね、まあ、なんだ、東京に比べるとやっぱ全体的に安いですからね。特に家賃なんか全然違いますからね。うん、だから僕が東京で車、駐車場止めてたのが6万ぐらいのところに止めてたんですけど、今のね、鹿児島の家,家賃4万2千円で駐車場無料、ネット無料で家賃4万2千円ですから。 東京にいた時にときと、日じゃないですよね。駐車場代より安いですから, <laughs> うんだから。東京にいたら、あの、なんだ、その駐車場代だけで年間、その僕が6万ぐらいのところに入れてたんで、年間、何すか、70万ぐらいですか。<laughs> 車止めるだけで。<laughs> うーんそう。 だからまあね、人それぞれのライフスタイルっていうのがありますので、えー、自分の力で20万ぐらい稼げれば、あ,あとはその、その人のライフですよね。田舎でもいいと、のんびりでもいいってことだったら、僕みたいに田舎に行けば固定費を抑えられますから。そもそも家賃安いし。田舎の方が。まあ東京でもありますけどね、なんか YouTuber の方で港区3万6千みたいな <laughs>。まあある意味すげえなと思うんですけど、でもめちゃめちゃボロいですからね。 港区っていう住所なんだけど3万円みたいなクソボロいみたいなところに住んでる YouTuber の方いたような気がするんですけどまあ東京でもね探せばクソ安いところはありますけども風呂なし風呂なしが多いと思うんですよねほんと3万とか2万とかだとうんだ僕の今住んでるところはあのここの事務所に来た人はみんなみんな言ってくれますね 東京から来た人はみんな言ってくれます。これが4万2000のクオリティは東京には絶対ないですねっていう。僕、うん、僕すげえ気に入ってますもん、今。うん、だからまあ、旅してください、いろいろと、うん。いろいろ、いろいろやりたいことをやってみればいいんじゃないですか。やるってことが大事ですね。旅することが大事ですよ。うん、ただ、 一つ、スパルタン、スパルタンというかね、まあ、現実というか、陰ン、ンをここでね、バンって言うんだったら、一生生活保護の人生で終わって、終わりたいんですかっていう、ただその問いですね。でもその人のライフによっては、いや、自分は一生生活保護でもいいと、これで幸せを得てるっていう人もいるでしょうね。働かなくてもお金がもらえるし、まあ、ある一定の生活水準を保てるんで、あの、これ、これでいいですっていう人もいるでしょう。 ただ、赤のやつさんが死ぬまで一生生活保護で暮らしたいのかっていうとこなんですよ。で、暮らしたくないんだったら、じゃあそれはいつまでなのか、デッドラインですよね。それはいつ収支を打つのか、生活保護からいつ収支を打って抜け出すのか、そこはつけといた方がいいと思いますね。夏休みの宿題じゃないですけど。でもそのデッドラインをつけないとずっと流れますよ。ずっと流れる。なんで僕たちが夏休みの宿題ができたのかっていうと、デッドラインがあるんですよ。 で、僕も、小学校6年間は夏休みの宿題は最後にやる人でした。でも、最後にやったんですよ。で、なんで最後にやったかっていうと、宿題やらなくて、学校行くとクソ怒られるし、怒られるじゃないですか。デッドラインがあるんですよ。やらないといけないっていう。だからやったんですよ。最終日にね。自由研究とか悲惨ですよ。<laughs> 自由研究、中2日1日でやるの超大変なんですけど。 でもやるんですよね。デッドラインがあるから。うん。だ人生も要所要所でデッドラインつく、決めないと流れますよって話ですね。で、気づいたら50、気づいたら60って話です。<laughs> だからデッドラインだけはつけておいた方がいいですね。ただ、赤なやつさんが死ぬまで生活保護でいいですってことだったらそれはそれでいいと思うんですよ。人それぞれの生き方があるわけですから。うーん。 じゃどうしたいんですかって、そ、そこはどうなのかっていうね。うん。で、デッドラインをつけて、じゃあ、じゃこの1、2年は旅しようとかね。うん。そこは決めた方、だから今まで逆に言うと、おそらくですよ。ギニュー特選隊赤のやつさんの悪いところがあるとするならば、その期日を決めてなかったんじゃないかなと思うんですよ。デッドライン。まあ、それはこの赤のやつさんに限らず、ほとんどの人がやっぱデッドライン決めてないんですよ。 絶対ここまで終わらせるとかなんかそういう仕事も納期があるからやるし、うん、納期がない仕事っていつでもいいっていうねだからその千鳥さんとかですかねお笑い芸人の千鳥さんがなんか名言入ってたんですけどあの明日できる仕事は明日やるっていう <laughs>。 明日や、明日に回してもいい仕事だったら明日やればいいじゃんっていう、なんかそういう話を、名言がある。なんかすげえ名言だなと思うんですけど、明日やれる仕事は明日やるっていうね。<laughs> でも、今日終わらせないといけない仕事は今日やるんですよ。だって今日終わらせないといけないからね。うん。でも人間ってそんなもんで、明日に回せるものはどんどん明日に回っていくんで。ね。期日が迫った仕事だけやっぱそれが優先順位高いですから。 でもそれって人生だと、それって自分で決めていかないといけないですよね。区切りを。じゃないと、誰も決めてくれないんで、人生のデッドラインは。自分で決めるしかないですよ。うん。何歳まで、なんかね、有名な話ですけど、60か年計画みたいな、孫正義さんが60か年計画みたいな、なんだっけな、ちょっとその全部を忘れましたけど、なんか、ちょっと調べていいですか孫正義。 60か年計画。六十年計画だとな。なんかね。あ、50年計画だ。50年計画か。はい。これ結構有名だと思います。20代で業界に名乗りを上げると。孫正義十九19歳で作った人生50年計画。すべて実現。<laughs> 孫 <laughs> 正義物語。20代で業界に名乗りを上げる。30代で軍資金を貯める。40代で人勝負して何か大きな事業に打って出る。50代でそれをある程度完成させる。60代で次の経営時にバトンタッチ300年以上続く企業に仕上げる。これを19歳の時にデッドライン、その世代間でデッドラインを作ってやってったと。で、全部、 達成してる。多分、ま、300年以上続く企業か、企業になれるかどうか確認しようがないので、ちょっとそこらわかんないですけどね <laughs>、うん。で、こう図画がありますね。20代で自分の業界に名乗り上げる。24歳、孫正義。日本ソフトバンクを設立。30代で軍資金を貯める。36歳に店舗を公開し、軍資金にと。店頭を公開し。で、事務、自フ テイビス、コムデック社、キングストーン社。で、40代で一勝負、東証一部上場、ヤフービービー開始、固定電話、携帯、ボーダフォン買収、50代にそれをある程度完成させる、iPhone 販売契約、スプリント社、え、AM 社、現役と。なんかまあまあ、なんかほとんどなんか達成してるよみたいな話ですね。うん。ん。あと、あれも有名ですよね。 本田圭介さんの、あれも有名。本田圭本田ン圭ケさんの小学校。小学校。夢。これもね、実現してるんですよね。そう。ホンダケさんが、その、 将来なりになりたいっていうやつで、小学校の時に、あの、なんだ、書いてたってやつですね。そう。卒業文集か。本田圭介さんが書いた卒業文集ですね。将来の夢。そう。この本田圭介さんの将来の夢ですね。僕はお人いになったら世界一のサッカー選手になりたいという、なりたい、なり、なりたいと。世界一になるためには <laughs>。 もう小6から世界一になるためには、まず目標設定ですよね。世界一。世界一になるんだ。じゃあ、じゃあ、そのゴールから逆算して世界一になるためには、世界一の練習をしないとダメだ。だから今僕は頑張って、えー、今は下手くそだけど、頑張って必ず世界一になる。そして世界一になったら金持ちになって親孝行する。小6の卒業文書かと。 ワールドカップで有名になって僕は海外から呼ばれてヨーロッパのセリエに入団します入団しますコミットしますね入団しますでも入団したっていうね <laughs> そしてレギュラーになって10番で活躍します1年間の給料は40億円は欲しいです <laughs> もう具体的すぎるやろ小6で具体的すぎるやろ卒業文集給料40億円は欲しいですっていう <laughs>。 本田圭佑さんすごいな、これね。小6でバシッとね。1年間の給料は40億円欲しいです。プーマと契約してスパイ、プーマと契約みたいな、契約まで出てますよね。スパイクやジャンバーを作り、世界中に僕が作ったスパイクやジャンバーを買ってくれる人ことを夢見ていると。すごいな、やっぱ本田圭佑すごい。 ま、本田圭介にはなれないかもしれないですけど、このデッドラインは本当大事ですね。うん。だから、ギニュー特選対赤のやつさんに本当に足りてないのは人生のデッドラインです。これを決めてください。旅することはいいんだけども、ね、旅しろみたいな話しましたけど、いつまで旅すんのっていう話ですよね。<laughs> うん。あとは、ま、生活保護の話ですよね。いつまで生活保護なのか、それとも一生生活保護でいいのか、どっちなのかと。 じゃあそれいつまでなのかいつまでで収支符を打つのかじゃあ生活、いや、吉田さん、僕も生活保護受けてますけど、やっぱ抜けたいですっていう気持ちがあるんだったら、さいつまでやるの実行するのとでそれを決めないと流れますよ。あっという間ですよ。どうですかあっという間に42歳になってませんどうですか僕と出会って何年ですか あっという間じゃなかったですか僕も鹿児島で独立してあっという間の7年でした。秒で終わりましたね、7年。<laughs> 秒です。早かった7年。結構7年ってまあ長いくないですか、7年って。でも超早かったですね。振り返ると。だから、だから僕が50歳になった時同じこと言ってるんでしょうね。もう50っすよ、みたいな。クソ早いな、みたいな。多分五50になっても同じこと言ってると思いますけどね。 うん、8年、だいね、赤のやつさんも今42でね、8年後50じゃないですか。これデッドライン決めなかったら、はぁ、あ、吉田さん。僕あの時デッドライン、L の部屋で相談してデッドライン決めろって言われたんですけど、デッドライン作れなくて、いやー今もう、すいません、8年前と同じ質問していいですかみたいなね。<laughs> 未だにちょっと、あの、怖いんです、みたいなね。 なりたい。50歳になって自分がどんな人生を送りたいかわからないです。もう、も、ま、う、あ、あとちょっとで死ぬからいいんちゃう分のみたいなね。<laughs> まあ、もうちょっともう後半戦入ってるし、もう将来のことじゃなくて死ぬこと、もう死ぬからいいんじゃないかみたいなもはや。<laughs> どんどん、もう、もはや、デッドライン決めずに流れてったら、もう最後諦めになっちゃうと思いますよ。もういいや、みたいな。どうせ、どうせ俺はもう無理だ、みたいなね。 年取ったし、こんな年取った俺がどうせ無理だ、無理だ、もう時間もないし無理だってなると思いますよ。そうならないうちに、今のうちにやっといた方がいいと思いますけどねうん。ただね、このね、僕はカーネル・サンダーズも好きなんですけど、65歳から起業して、あの、車で車中泊して、全米を、あの、なんだ、えー、ピンポンして回る。僕のフライドチキン、ちょっと取り扱ってくださいってってね、飛び込み営業をする。 カーネルのね、メンタルやばいっすね。65から起業して、車中泊して、全米回って、1000件門前払い食らって、それでも、チキンどうすかみたいなね。<laughs> どんだけ、どんだけチキン愛やねん、みたいな。まあ、今となってはね、全世界にフライ,フライドチキンありますけど、いやカーネル・サンダーズのメンタル、マジでやばいですね。 僕はもうほんとリスペクトしてますね、サンダーズは。65歳から車中泊で飛び込み営業をするんですよ。尋常じゃないですよね。しかも1000件断られたみたいなね。<laughs> どんだけだよ、メンタルみたいな。でもやっぱそういう人も世の中にはいるんで、だから、なんですかね、年齢は関係ないっていうのも言えますけども、自分が65歳の時にカーネルのようになれるかっていうと僕自信ないですね。 僕もいろんな修羅場を食ってきましたけども、65歳からカーネル・サンダーズ同じことをやれって言われると自信ないですね。ただ、ただでしょカーネル・サンダーズが65でそれをやったんだったら、40歳、もしくは20歳だったらできるかもしれないですね。ね ?20 歳とかだったら。どうですかうん。まあとりあえず、まあ人生は刻々と消えていきますので、はい、あっという間です。 お金稼いだとしても、80歳、90歳で億万長者になっても、使い道ないっすよ。酸素マスクして一兆酸素ま、貯金1億円あったとしても、病院のベッドで酸素マスクしてて1億円何使うんすかなんかそのメロンの酸素すんすか <laughs> <laughs> ちょっと看護師さん、今日はメロン味の酸素お願いします、みたいな。お金はあるんで、みたいな。<laughs> <laughs> 僕ね、あの、ちっちゃい頃、 6歳ぐらいの時大きい手術したんですよ。尿管逆流疾患っていうね、生まれつきその尿が逆流する病気で、まあ、ちっちゃい頃大きい手術したんですよね。で、その時に覚えてるんですけど、あの、まあ、全身麻酔する時に、あの、いちご味とメロン味と、なんだっけな、まあ、なんかあるけど、どうするって言われて、あ、メロン味でお願いしますって、でメロンのなんか匂いで、あの全身麻酔した記憶があります。<laughs> <laughs> そうはいまあいろいろ申し上げましたけど、はい、旅頑張ってくださいあとデッドラインですね決めてくださいうんまあデッドラインですねデッドラインじゃないですかうんはい42ですからねあかないさんそうもうあの地獄の窯ですよ ふつふつと煮立ってます赤色が <laughs>、うん。いや、本当にね、まあ僕もいろいろ言ってますけど、やっぱね、なんかね、あっていますよ人生。本当に。マジで。やっとった方がいいですよ、うん。いっぱい。やれなくなんだから、うん。で、お金を稼ぎたいんだったらお金稼ぐべきですよ。僕は稼ぎたいですよ。 ま、稼ぎたいって言っても自分が自由になるための,ための部分だけは絶対稼ぎたいっていうね。もう100億はいらないんですけど。<laughs> 昔、ね、100億目指して,て、ね、会社でやった時は年収100億目指してましたけど、今は100億はいらないです。ただ、自分が自由で、自由な生活をできるお金、それは絶対稼ぎます。絶対です。何が何でも稼ぐ。だって自由でいたいもん。残りの人生。<laughs> 残りの人生自由でいたいもん。うん。 もう縛縛らられれたたくくなないです誰にも誰ににももんだからね自分でお金稼がなければなんですかねうん旅行も行けないしね僕は車好きなんですけど車にも乗れないしまあねまあ細かいこと言ったらいろいろありますけどお金がなくてもできることはあるけれどもお金があった方が選択は増えるわけですから。うん だから、その、多分ですよ。その、うん、僕は生活保護を受けたことないですけど、生活保護を受けてると、縛りがあるわけじゃないですか。束縛があるじゃないですか。役所との交渉を毎回役所に行って報告してっていう、まあ組織には入ってないけど、縛り管轄下になってるわけですよね、多分。報告しないといけないとか、義務があるとか、なんかね、いろいろあるわけじゃないですか。それじゃあそ、それは自由なのかっていうと、 うん、まあ、それは人それぞれかな。わかんないですけど、僕は、僕の中ではそれは自由じゃないと思うんで。で、あとは、その、生活保護範囲のお金でやりくりしないといけないわけじゃないですか。だからもう選択も狭まられますよね。うん、本当はこういうところに住みたいんだけど、うん、生活保護の範囲内でやらないといけないんだったら、うん、自分が住みたくないところに住まないといけないだろうし。 うん、行きたいけど行けなかったりとか食いたいけど食えないとかね、うん、常に支給分の生活保護のお金からやりくりだけをしてるので常にそのお金のやりくりに対して気を使う、うん、でもまあそれはねライフにライフスタイルによっては それで十分っていう人もいるかもしれないので、うん。でも将来のことを考えたらどうなんだろうな。まあでもね僕はホームレスの話も好きなんですよね。あの、ある本にね、ある本にね、僕この下りがめっちゃ好きなんですけど、そのホームレスの前にね、サラリーマンの人がこう、エリートサラリーマンがこう歩いてきてね、ホームレスの人が、君はなんか仕事すげえ頑張ってるみたいだけど、 あの、仕事で出世したりとか仕事なんで頑張ってんだいっていうのを聞くわけですよ。で、そのエリートサラリーマンの人がホームレスの人にね、いや、俺はもうビジネスで成功して金持ちになりたいんだと。フェラーリとかその高級車にも乗りたいし、その高級住宅に住みたいんだと。へー、いいね、若いって、みたいなね。で、君、で、まあ、なるほどね、お金持ちになってそうなりたいんだと。で、 君は最終的にじゃあお金を稼いでどうしたいんだいっていうふうにまた畳みかけるわけです。ホームレスがね。方が。で、そのね、エリートサラリーマンの人がね、いや、最終的にお金持ちを、お金持ちになっても僕は自由になりたいんですっていうの言うんですよ。で、そのホームレスの人が、へえ、そうなんだ。俺自由だけどな。みたいな。<laughs> もうこのくだりがめっちゃ好きなんですけど。<laughs> ね <laughs> ああ、そうなんだ。俺自由だけどね。みたいなね。<laughs> だから、まあ人それぞれ生き方がありますからね。だから究極もう、ホームレスでもめっちゃ自由に楽しんでる人もいるだろうし。うーん。そう。まあ人それぞれです。だから自分、まあそれはすみません。赤のやつさんのライフスタイル、どういうライフスタイルをしたいのかわかんないんで、なんとも言えないですけど。うーん。 はいろいろ申し上げましたけど、はい、まあ参考になる場所があれば参考にしてみてくださいまたお便りお待ちしておりますでは